そこの中央に見えているのは北照の家系節孫したものをカットした親株なんですが、どうでしょうね。来年ある程度の低木性で出来するものかどうか現時点では分かりません。もしこれがダメなら次の親株候補はこれで、10月に入っても雨は多いし気温は30度ぐらいになるしでまだ成長しますね。それで一本小株を掘り上げに来てるんですが、ここにですね、まあ掘り上げるにはほどほどの大きさの苗がうまい具合に出ていますので、これを掘り上げようと思うんですけどもね。まあ葉っぱの裏表、まあ今これ巻き葉が出てきているところで、マイソールと幼少幼兵幼心は結構似ていますね。まあ、似ているからといってですね、安易に同系種とは見ない方がいいんです。ゲノム解析できない場合はですね、形態学的な相違点と共通点はもちろん品種判定の大きな要因にはなるんですが、あと味覚とかも比較しなきゃいけないですし、総合的に2種類の苗を比較検討しなきゃいけないですからね。これなんかベトナムのトーマンバナナなんですが、花形だけ見てると島バナナかなと思うほど幼少幼兵がよく似ていますよね。葉っぱの表の主脈もグリーンですし、裏側もグリーンですし、そういうところはよく島バナナに似ていますよね。まあ味も美味しいということでは非常に似てますし、甘み酸味のバランスがいいということも似てるんですよ。でもそれだけでは島バナナイコールベトナムで育ったトーマンと断定することはできないんですね。似ているなぁとは思いますけれども、それ以上のことはわからないんですね。そうである以上、まあトーマンはトーマン、小笠原島バナナは島バナナと言っておいて、いつか後世の学者たちがあれやこれや、まあトーマンと島バナナだけじゃなくてですね、あれこれの品種のゲノム解析によるルーツ探求ですね、ルーツ調査をして、まあ、グループ分けして、それから同根、そしてどの辺で分かれたのかとか、まあ系統樹みたいにですね、デザートバナナならデザートバナナの、まあ、家系をですね、きちんとしてくれるでしょうから、まあ、今のアマチュアのレベルでは、どうこう、詳しいことは言えないんですね。さて、そちらの北照の親株の左側に見えている苗を掘り上げようと思います。簡単に
掘り上げることができました。最初にちょっと用心カットしておいてですね、あとは手前と両脇とちょっと土を削っておいて、あと親株のところからぐさっとですね刺して、まあ簡単に掘り上げることができました。これは苗の大きさからしたらなかなかいい神経の球体構造をしていますね。綺麗な球形の芋ですね。まあ、こういうのはですね、まあ、当地の環境でしたら一本植えできるところに植えておけば越冬して来年の5月くらいからはぐんぐん成長するんじゃないかなと思いますけどね。北昇はですね、最初なかなか体感越冬性で苦労した苗です。親株がダメになって、そうして世代交代の子株が出てくるということを2年ぐらい繰り返したように思いますね。それで3年目ぐらいから親株も越冬して、子株も越冬する。それから移植してもその移植苗が越冬するというふうになってきたんですね。まあ体感越冬性がさほどないものを手なずけるというのは歳月をどれぐらいかけるかという問題がありますんでね、まああれこれの気遣いとかも必要かもしれませんが、一番のポイントは歳月をかけて見守るということだろうと思いますね。